小賀市中田神殿付近佐島郡境町付近茨城県道503号小賀坂道自転車道線は茨城県小賀市から坂道市に至る一般県道である通称都根渡ら瀬自転車道と呼ばれる全線が渡ら瀬川、都根川左岸の高水引きや堤防上天場にある小菓桜町の国道354号交点から坂道市むしろ内を結ぶ自転車道で このうち、2014年末時点で、坂東市長谷から終点、むしろ内間が未強要である。1987年2月9日、新たな自転車道の県道として、小賀市桜町を起点とし、岩石大技、むしろ内を終点とする区間を本路線とする、小賀岩井自転車道線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に、 現在の整理番号を503へ変更する。2005年、岩井氏が平成の大合併により、坂道市となったことに伴い、翌2006年には、路線名を、古川坂道自転車道線へ解消し、現在に至る。10、本道とは直接接続せず立体交差している、道路も含まれる ABCDE、県道路線の認定等、茨城県法、 第7524号、ピアニッシモ91、ABCD、茨城県道路現況調書平成26年4月1日、現在、道路の共用の開始、茨城県法、第7642号、P14、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ82、道路の区域の決定、 道路の共用の開始。茨城県法。第1708号。ピアニッシモ。90。県道の路線名の変更。茨城県法。第1758号。P19。道路の共用の開始。茨城県法。第2644号。P5。道路の共用の開始。茨城県法。第2794号。P28。道路の共用の開始。 茨城県法第2895号 P12 ありがとうございます。